71式騎士兵。こいつの光学系、対空砲の照準に使えたはず。ダメか。完全に壊れてる。関節部分は、ひん曲がってるか。これじゃ使い物にならないな。69式だ。こいつの装甲、確か縦にちょうどよかったよな。ひっぺがして持って帰れないかな。シルク、ライン、こいつ騎士兵じゃない、コロニークライブだ。鬼神兵の装甲を空にしていたのか。俺が奴を引きつけて転倒させる。奴が転倒したらその隙にアーツを打ち込んでくれ。ハンマービートだ。ありがとう、ライン。助かったよ。たく、一人で勝手に行っちまうんだもんな。あんまり離れるなよな、俺から。コロニーから一歩外へ出れば、こんなのがゴロゴロいるんだからさ。うん。でもおかげで、こいつの殻取れたし。コロニーのみんな、きっと喜ぶな。そういうことじゃなくて、まあいいか。そういうお前だから、作ってくれるんだもんな。最高の武器、このジャンクバンカーだって優秀だぜ。ディクソンさんが作る武器の見よう見まねだけどね。ま、ダンバンのあれにはかなわないけどな。モナドか。いつかあの力の秘密解き明かしてみたいな。期待してるぜ。さあコロニーへ帰ろう。訓練の集合時間に遅れるとぶん殴られるんだ。直角ヒゲに。直角ヒゲ、はあ、防衛隊長か。怖いもんね、あの人。そういうこと。ごめんね、防衛隊の休憩時間だったのに無理やり付き合わせて。いいって、さ、急ごうぜ。
大アッパーや心が騒いできた俺に任せろや頼りにしてるよこれなにまあまあやれそうだ大アッパーストライク僕たちの勝ちだねこんな奴らへでもねえぜハッパービートだやオーラッパーやほら心が騒いできた行くぜやぎったぜまだいい感じいい感じさあ次だ次だハッパービートだオーラッパー俺に任せろスラッシュ行くぜはほらとみなぎってきたぜくらえはハンマービートだみんなすごいや主に俺のおかげだなはハンマービートだ頼りにしてよオーアッパーワイルドダウンとほら任せろ。さあ、次だ、次だ。と、ハンマービートだ。心が熱くなってきたぜ。騒いできた。頼りにしてるよ。ない。と、ほら。ハンマービートだ！バタこのまま押してみようこれはオーアッパーはくらえなんとか乗り切ったねこんなやつらへでもねえぜハンマービートだはまだオーアッパーやれそうだスピードエッジ裏切ってきたぜくらえ行くぜ俺に任せろよ楽勝だったねさあ次だ次だはっハンマービートだ何乗ってきたよ乗ってるなシュークオーラッパーほらいい感じいい感じ気を引き締めていこうぜと
マービートだ。タンクスライド行くぜ。行くぜ。任せろ。ほらと。こっち見ろ、これ。あと一息。マービートだ。はい、できた。オーラッパー。いや、イルドさん。やれそうだ。くらえ。ほら。次だ次だ。さてと、俺は防衛隊本部に顔出さなきゃな。お前は兵器開発局の研究棟か。うん、使わないパーツ売ってからね。分かった、じゃあまた後でな。Thank you.
ようこそ。ようこそ。わあ。あらまあ、はい、こんにちは。
を感じる。よクラ、一体どういうつもりか。うわ、防衛隊長だ。民家に自走砲を激突。貴様、何年防衛隊員をやっておる。しかし隊長、いくらなんでもあのスピードでの旋回は無理です。軍事区まで40秒で戻るなんて無茶ですよ。言い訳なんぞ聞く耳持たん。気合で曲がれ、気合で。そんな貴様ら、コロニー6との合同演習において最低の成績を収め、俺の顔に泥を塗ったことをもう忘れたか。全ては気合が足りんからだ、気合が。はい。即刻居住区の自走砲を回収。その後全員腕立て1億回。貴様らの上腕二頭筋を破壊する。隊長、回収はできません。何？なぜだ？理由を言ってみろ。はっ、激突の衝撃でエーテル電動ケーブルが損傷。それにより全エーテルエネルギーが流出。エーテルシリンダーが体からであります。シリンダーなんぞすぐに交換しろ。そんな単純なこともできんのか、貴様。予備のエーテルシリンダーは全て使い切っておりまして、再充電には3日はかかるそうです。備品の補充は常に怠りなくと言っておろうが。は、申し訳ありません。たるんどるからだ。防衛隊長、相変わらずだな。あれじゃ戦う前に兵がへばっちゃうよ。おうっす。
よーシュルク、元気だったか。ディクソンさん、いつコロニー9に戻られたんですか。ついさっきな。そんなことよりシュルク、モナドの研究の方は随分進んでるようだな。ここをお前に任せて正解だったぜ。ディクソンさんが残してくれた研究資料があったからこそです。発動させることはできるんだな。ええ、とりあえず発動までは誰でも。ただその後の制御が。やつ以外にはまだ無理か。はい、ダンバンさん以外の人でもこいつを扱うことができるようになれば、僕たちホムスにとってこれ以上ない戦力になるんですけどね。そうか。ここに書いてある拡張機能というのは。まだ推測の域を出ていないんですが、どうもこいつはただ鬼神兵を切るだけじゃなさそうなんです。ほう、そいつはまた興味深いな。発動させた時に中央に出る模様、今は何層にも重なったガラス状のプレートの最上層に模様が出ています。そしてそれぞれの層は同様の構造になっている。なるほど、他の層にも模様が出る可能性がある。つまりはさらなる力が秘められてるかもしれんということか。モナド、この力の秘密の解明さえできれば。お兄ちゃん、お兄ちゃん、怪我の程度が重いものを優先しろ。ぼやぼやするな。ダンバンさん、そんな顔するな、まだ生きてるよ。仕入れた物を防衛隊に納入せんといかんのでな。ちょっくら本部へ顔出しにでも行ってくるぜ。あ、はい、行ってらっしゃい。シュルクよ、研究棟にこもってるか、ガラクタ置き場でガラクタを漁ってるか、貴様の一日はどうせそんなとこなんだろ。だからそんな心機臭い顔になる。たまには気分転換によその空気でも吸ってこい。じゃあな。食事か。わざわざ持ってきてくれなくても呼んでくれれば降りていったぞ。無茶言わないの。食べさせてあげようか。病人扱いするな。もう1年前とは違うんだ。確かにね、あの時は死んじゃうかと思ったもん。ああ、今ならまたモナドだって扱える。やめてよ、もう鬼神兵は出なくなったのに、なんでそんなこと。気構えを言っただけさ、すまん。ううん、それより冷める前に食べちゃって。今日のは自信作なんだから。だったらいつまでもここにいる必要ないぞ。早く持ってってやれよ。え、
シュルクにも温かいうちに食べてもらいたいんじゃないのか。大丈夫よ、シュルク味音痴なんだもん。冷めてたって美味しいって言ってくれるに違いないし。なら今日こそは本気で言ってもらいたいもんだよな。うん、俺はいいから早く行ってこい。ありがとう、お兄ちゃん。あれで終わったわけじゃない。俺はまだモナドを握らなければならん。どうしたそわそわして。うん、シルクに食事届けなきゃと思って。シルクだったら今行ってもいないぜ。え、外の風に当たってこいってさっき追い出したからな。またいつもの場所じゃねえか。いつもの場所って丘の上の公園？多分な。そっか。新兵の強固な装甲をいとも簡単に切り裂いてしまう剣モナド。遥か昔、
僕らの住むこの巨人界の神が振るっていたと伝えられる剣、あの剣には秘密がある。だからこそダンバンさんはあれほどに鬼神兵を倒し、そして右腕の自由を失った。あの力の秘密を解き明かすことができたら。シュレ君、フィオルン、美味しいよこれ、すっごく美味しい。本当に？すっごく美味しい。もう毎日それなんだもんな。そうかな、いつも美味しいけど今日はすっごく美味しいよ。本当に？うん、よかった。今日は特製のスパイス使ったんだもん。これでいつも通りだったら本当に味音痴確定しちゃうとこだったんだから。え？ううん、なんでもない。気持ちいいね、風。忘れていたな、この感じ。ここってこんなに静かだったんだ。シルク、いっつもラインといるんだもん。騒がしいのはそのせいよ。かもしれない。本当に静か。これから先もずっとこんな日が続けばいいのに。化物警報。巨神の落とし物、最近は減ってたのにね。次が落ちてくるかもしれない。ここは迎撃対象区域外だから研究棟に帰ろう。
うの？スリットエッジ！私たちの勝ちね。この調子で行こう。なりたい。はい。わあ。よっ。よっ！お！ライン？ライン！何やってるんだ！収録！
いや、これは…なんともないのか、フィオルン。うん、大丈夫。ああ、壊れちゃった。壊れちゃったって、私の体は心配してくれないの？別にどこも切れてないだろ。モナドは人は切れないんだからさ。そんなことより、ラインひどいよ。すまん、頼み事があったんだけど、いなかったしさ、お前。僕だって外の空気を吸いたくなることもある。体まだしびれてる？モナドをしまい込んである理由分かったろ？ああ、骨身にしみたよ。ちょっと触ってみたかっただけなんだ。悪い。にしてもモナドを人は切れないって。その円の中に書いてある模様、いや文字かな。多分今のモナドが発揮できる能力を表しているんだと思う。それが文字？ああ、この文字を増やす方法を見つけたら、きっと。理屈は分かったわ。でもね、私より機械の心配ばっかりしてるってどういうこと？どういうって、今説明した通り。そういう問題じゃないでしょ。ごめん。ほんとモナドがねえか弱えよな、アテミエラは。お前たちを壊し尽くすまで私は戦う。こいつは憎い仇だ。この刃、あと一歩届かなかったようだ。やめろ！シュルク、ねえ、シュルク。どうしちまったんだよ。ライン、フィオラ。大丈夫？どこか痛いの？まただ。ライン、モナドを握った時何か見えなかった？何かってさっきと同じように青い光の刃が出たじゃないか。そうじゃなくて、まるで時間が止まったような感じがして。それで。時間が止まった？あれは、あれが見えたのは僕だけなのか？やっぱり変よ。これもモナドのせい？さあどうかな。しかしいくらすごい剣だって言っても、握るたびにこんな目に遭うんじゃ、やっぱりダンバン以外には使えないよな。お兄ちゃんにだってもう使わせないわよ。これがあったせいでお兄ちゃんは。あ、ごめん、そういうつもりで言ったわけじゃ。二人とも僕は平気だから。本当言うと何度もこういうこと起きてるんだ。ずっとモナドを調べてきたんだしね。ちょっとシュル君、何度もこんなことがあったって。心配いらないよ。で、何か頼みがあるんじゃなかった？ライン。おお、そうだそうだ。あの直角ヒゲに懲罰任務食らっちゃってさ、付き合ってくんないか？懲罰？そういえば防衛隊長、今日も荒れてたね。殴られなかった？いや、それがもう殴られたの殴られなかったのって、結局殴られたんだけどさ、おまけまでついてきたんだよ。蹴りと腹筋一千回と懲罰任務ってわけ。うわ、きつ。で、これから行かなきゃなんないんだ、マグメルドの遺跡。じゃあ任務ってエーテルシリンダーの回収か？そうそう、それ自走砲に使うんだって言ってたっけな。故障箇所は直したらしいんだけどさ、肝心のエネルギーが切れてて動かないんだと。供給所も在庫切らしているみたいだからさ。自走砲って距
居住区に突っ込んじゃったあの大きな機械のこと？うん、多分ね。お前あの辺の地理に詳しかったろ？なるほどね。いいよ、じゃあ一緒に行こうか。そう来なくっちゃ。あ、切れた。マグメルドの遺跡って確かデフラ洞窟を抜けた先でしょ？あの辺ってメルドリザードの巣窟だって聞いたけど、シュルクが怪我したらどうするのよ。ラインと違って繊細なんだから。なんだよそれ。平気だよ、自分の身くらい自分で守れるって。でも分かった、約束する。シュルクには傷一つ負わせないって。ラインの約束なんて果てになんないわよ。信用ねえな俺。そんなことないよ、口だけさ。